神岡です。今日はですね、えー、皆さんの質問に答える質問コーナーということで、えー、ビジネスとかですね、お金、もちろん株式投資ですね、えー、この辺についてですね、えー、率直にですね、何でもお答えしていきたいなと思っております。で今日はですね、えー、ルスフェルも参加しております。まあ、あの、昔から、昔ってもまあも3ヶ月しかやってないんですけども、3ヶ月前からこの番組を見てる人はですね、このルスフェル懐かしいなと思っていただけると思うんですが、えーまあ、大口のですね、機関とか、あの、まあ、あの、海外投資家とね、常に戦っているですね、竜、えー、騎士のルスフェル、 ルスフェルになります。あの、まあ、ミカエルとかですね、えー、その辺の大天使軍団とですね、常に個人投資家を守るためにですね、戦って、今日、たまたま帰還したんですよね。なので、あの、質問コーナー今日やるよって言ったらですね、あのぜひ参加したいっていうことなので、今日はね、あの、参加させていただいておりますので、ぜひ今後ともね、よろしくお願いいたします。はい。というわけでですね、えー、まあ、社員の私物なんですけども、今日もですね、えー、早速行きたいなと思っております。 で、まずはですね、今日も質問、あと残り、えー、38ぐらいあったんですけども、ちょっとまた増えまして、あと40ぐらいあります。全部、全部、あの、必ずお答えしますので、まぁ、あ、ちょっとね、週に1、2度、このコーナーを設けて、え、話していきたいと思っております。で、まずはですね、一つ目の質問、山友さんですね。いつも動画楽しみにしています。私はですね、投資歴10年ほどになります。途中、出産育児で抜けてる時期があります。 神岡さんのおっしゃる、コツコツ土管、自分をやりかねないと日々教心を持って、個別銘柄を日米で買っています。日米で買ってるってすごいですね。まあ、10年って言ったらね、でも結構相場歴の中では、まあ、ミドル以上ですよね。えー、場合によっては上級者ってことになりますよね。ただまあトレード数ももちろん大事になりますので、まあ、その辺も含め、踏まえてですね、ペーパードライバー、 やっぱり10年ずっと免許を持っていたとしても、まあ、ずっと車に乗らなければ、えー、やっぱりその経験値はゼロなので、まあ、どれくらいトレードをやったかってことも大事にはなりますが、まあ、10年っのは結構長いの方だと思いますね。で、ビビりな、ビビりなので、えー、はコツコツです。ドカンとならないためにはどうすればよろしいでしょうかちなみに現物のみしかやっていませんということです。 で、まあ、ドカンっていうのは、まあ、コツコツドカンでどういうことかというと、まあ、あの、1万円、3万円、1万5千円、8千円でどん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 利格をして、一気にね、急に10万円とか15万円とかっていう形で、まあ、ロスカットであったりとか、塩漬けにしてしまう。もしくは、まあ、そんだけ損をしてしまうってことで、まあ、 コツ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 利益を貯めても結局大きくね、損失を出してしまうがためになかなかプラスに転じないということですね、トータルの利益は。まあそういうのをコツコツドカンと言います。で、これはですね、まああの防ぐ方法でどういうことをどうすればいいんでしょうかっていう質問なんですけども、まあね、個人投資家はまあ私もそうなんですけども、やっぱり、ね、なかなかコツコツドカンを脱出する方法って、やっぱなかなかないですよね。だからロスカットを早くするか、あともう一つね、やり方があるとすると、 分割を、で、あの、銘柄を買うっていうことになります。時間と、お時間を分割するってことですね。例えば、えー、この、お最近で言うと、何、何がいいですかね。えー、まあ、川崎重工業に、重工業にしましょうか。川崎重工業を買うときに一気に買わないで、例えばね、まずは買ったら、次3ヶ月にもう一回買って、次6ヶ月後にもう一回買って、1年後にもう一回買うみたいな形で、こ時間を分散するとですね、まあ、どっかで上がったときに利格はもちろんできますし、 そのまま下がり続けたとしても、えー、分割で買うことによってリスクを抑えることができますよね。これがその分割買いって言われる方法です。で、これ難品と違うんですね。難品っていうのは、えー、めにですね、え、川崎重工業を買おうと思った時に、 あの、無計画に買ってしまって、で、その後ね、えー、だらだら下がってしまった。もしくは予想に反して下がってしまった時に、慌てて、あ、なんか下がってしまったな、みたいな。で、これね、えー、どんどんどんロあのロスが増えてるけども、もしかしたら、今買えばまた上がって、さらに儲けられるんじゃないかってことで、えー、難品で入れてしまう。で、さらに下がってしまって、あ、このままだと、おどんどんロスが深まるけども、もともとね、えー、川崎重工,業重工業上がると思ってたので、えー、また上がるんじゃないかと思って、無計画に、 お金をそ突っ込んでしまう。これを難品って言うんですね。でな下手な難品はね、あの、そあのまあ、資産を失いやすいって言われてるんですけども、まあ、こういった形の、まあ、無形額の難品は良くないと言われてます。一方で、分割っていうのは、初めから、 3回に分けて買おうとかね。4回に分けて買おうみたいな形で、時間を味方につけて分割で、それをですね、決めてお金を投入していく、買いを投入していくような形になります。打ち手を広げるってことですね。まあそうすると、まああの、コツコツドカンになりにくいんじゃないかなとは思っておりますし、これは結構ね、あの、上級者のやり方になります。なのでこういったやり方をね、取り入れてみるのも一ついいんじゃないかなと思いますね。なかなかね、あの、コツコツドカンってやっぱり、あの、 防ぎようが最終的にはないですよね。やっぱりロスカットはやったあとはやっぱ早めにするとか、まあそういった自分なりのルールを設けるってことが、やっぱ非常にね、大事になってくるんじゃないかなとは思っております。はい。で、続いてのね、質問がこちらです。ケロケロさんですね。いつも貴重な情報ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。見ていただいて。えー、決算発表後に、えー、給する銘柄がありますが、急騰後にさらに情報、 上昇するかどうかの判断基準、エントリーするしないはありますかっていうことですね。まあ、つまり、えー、決算発表後にですね、えー、一気に急騰する銘柄と、まあ、あの、そうじゃない銘柄、エントリーすべきかすべきじゃないかっていう判断基準ということになると思うんですが、まあ、どうなんでしょうか、どうなんですかね。まあ、あの、急騰する銘柄に飛び乗るっていう一つの手もありますし、まあ、決算後に下がったとこをね、おしめ買いをして、分析をちゃんとしてですね、えけ、ー、いい決算なので、 次のですね、タームもまたいい計算を出すかもしれないっていう心味を磨いて、それを、押し目を買っていくっていう方法もあるんじゃないかなと思います。私はですね、えー、決算が出た翌日かその翌日、少なくとも1日2日以内にですね、皆さんにお届けできるようにこの番組は進めておりますが、別に急、 決算がね、発表されたからといって、それに飛びつく必要は別にないですし、いい情報が出たんであれば、ね、その、四半期発表なので、また次の決算もいい可能性もありますし、その業界セクター内で、えー、今盛り上がってる可能性が、今後盛り上がっていく可能性がありますよね。そこは狙いをつけて、えー、別の銘柄を買ったりとか、場合によってはですね、いい決算なのに日経平均全体とかダウが下がったアメリカのですね、によってですね、えー、売り叩かれてきた 下がってくるところを、まあ、し目で買ってですね、えー、利益を獲得されて、いろんなその戦略があると思うんですよね。 だすぐ飛びつくかどうかっていうところはまず大事だと思います。別に決算が出て、それをね、えー、戦略的にね、監視銘柄に入れて、私の番組見てですね、どんどんどん自分のね、あの、金の監視銘柄に入れて、モニタリングをして、下がったところを変えれば、より勝率が上がる可能性もありますので、あとはね、もちろんね、あの、法則的に、まあ、あの、決算内容が 2, 2倍、3倍になった場合はですね、翌日上がりやすいって法則もありますので、まあ、そこはですね、えー、なるべく早く気づいて買っていくって方法もあるんじゃないかなとは思っております。 おりますが、まあ、そういった形で、あとはまあそのチャートパターンとかですね、えー、勝ちやすい、その、まあ自分なりの得意のね、チャートパターンであれば買いどんでもいいんじゃないかなとは思っております。だからまああの、急騰後にさらに上昇するかの判断基準っていうのは、まあ、ないとは思いますので、逆にですね、そこをまあうまく上がってしまったんであればですね、飛びつきがいってれば怖いので、まあ自分がまた えー、そこで辛抱強く待っていい決算なので、えー、し目で買っていくっていうのが一番いいんじゃないかなとは思っておりますね。はい。で、続いてのですね、えー、質問に行きましょうか。これはちょっと遊楽さんって読むんですかね。えー、ちょっと読み方がわからないんですけども、いつも貴重な動画ありがとうございます。こちらもありがとうございます。えー、高決算を出した後、時間外取引で、えー、まあ、ぼ、えっ、ー、と、ぼうでしたっけ。 え、まあ、急騰する銘柄と動きのない銘柄は何が違うんでしょうか発表が折り込み、折り込んでいった利益よりも下振れしたからとかあるんでしょうか いうことですねそうですね。まあ、材料出尽くしっていうのは一つありますよね。あの、いい計算を出したからといって、例えばね、前もこの話したと思うんですけども、例えばスーパーとかね、百貨店とか、あとはその、ローカルのショッピングセンターとかってありますよね。例えば、熊谷をね、えー、地盤にして、えー、利益を獲得しているショッピングセンターがあったとします。熊谷ってね。 あの、私の親戚が住んでいる地方、地方なんですけども、まあそのエリアって多分人口にすると100万人ぐらいの都市ですかね。まあ仙台でもいいんですけども、例えばそこで2期連続売上が上がって最高益になりましたと。で、3期目ももちろん経営頑張りますって発表で決算がされたとしますよね。でもどうなんでしょうかね。えー、私なんかはあの100万人都市の仙台で2期連続売上がは最高益になって、 で、じゃあ来年も、もしくはね、次の決算も、本当に最高益を更新できるのかなって、やっぱり疑心暗鬼になりますよね。なぜなら、その証券っていうものには、やっぱり限界、パイの限界があるわけですよね。でショッピングセンター、今ね、えー、内需が拡大されてコーナーによってですね、売り上げが伸びてますけども、そうは言っても、ま、あ世帯数、100万人の世帯数だと、だいたいどのぐらいなんだろう3 3000世帯。ちょ,ちょっと、あの、すぐ出ないですけども、まあ、調べれば出てくると思うんですよね。そこ以上に売り上げが拡大しにくいっていう、やっぱりわかりますよね。 その予測が、例えば、材料出尽くしという形で、株価に反映されるわけですよね。例えば、仙台を中心にやって、ちょっと熊谷から仙台になって申し訳ないんですけども、仙台の100万人都市で、えー、2期連続、えー、最高益を出したら、3期目は難しいだろうってことが、まあ、容易に予測がつきます。そうした場合、そのショッピングセンターに対して、材料出尽くしで、下がっていくっていう、もちろんね、高計算なのに下がっていくってことが、まあ、十分あり得るんですよね。こういった形で、決算後に下がっていくってことは、あの、まあ、結構、 あり得ることです逆にまだまだびしろが広いあの天井なしで上がっていける例えばねコロナのワクチンを作りましたとか、えー、ショッピングセンターなのに仙台から全国展開をしましたとか。 ね、あとは全国展開する、例えばね、えー、松本教授みたいなね、大手のドラッグスターの傘下に入りました。アジア戦略として、今後ベトナムとかね、フィリピンに進出しますみたいな情報がさらに拡大されれば、それはまた株価はね、えー、天井なしで上がっていく可能性はあります。つまり、どのぐらいその証券内、もしくはね、エリア内とか、その売り上げのまだ伸びしろがあるかっていうところで、決算後に上がるか上がらないかっていうのは結構左右されるんじゃないかなとは思っております。あともう一つはですね、えー、決算後、時間外取引も含めて、 上がるか上がるるかかって、まあ、時間外取引ってちょっと限定してしまうとなかなか話しにくいので、まあ、上がるか下がるかってところで話すとやっぱローテーションですよね、まあ、ずっと同じ銘柄が上がり続けるとやっぱりね、えー、そうするとそこらにある定位株と 大きく差が出ますよね。総数では投資家っていうのは、こちらの安い銘柄を買って、高い銘柄を売るみたいな形で、まあ、全体ね、あの皆さんはね、何銘柄ぐらい投資してるかわからないんですけど、私だと大体100から120銘柄必ず投資をしてるので、これ別に分散的にはあるんですけども、まあ、それからい、今の私ぐらいのね、資金量で1億ぐらいの運用をすると、いや、ま、どうしてもね、 それがあの銘柄を持つことになってしまうんですね。そうすると100名、100銘柄以上持ってるとですね、えー、この銘柄をもう利格をして、こっちの安い銘柄に資金を移そうみたいな、 ローテーションってことをやっぱ必ず行うことになるんですね。それがまあ毎月に1回なのか、3ヶ月に1回なのか、6ヶ月に1回なのか、場合によってはね、デイトレーダー、まあかなりね、ベテランでたくさんの試験を動かしてデイト,トレーダーであれば3日に1回とか1日1回みたいな形で動かしていきます。その中で材料を出尽くしと合わせてローテーションという形で下がる可能性も あります。まあ、こういったことがね、起こるので、まあ、そういった場合は、えー、まあ、自分の方でですね、分析をして、やっぱ監視銘柄に入れて、次、おしめ買いで買うとかですね、えー、3ヶ月後にもう一回それをね、えー、自分がいいと思ったものであれば、見て、あ、下がってるな、とか、またいいチャートパターンになってきたな、みたいな形で、そこで買うみたいな形で、えー、時間とかね、えー、を分散して、まあ、買い読んでいくっていうのが、やっぱり勝ちやすいんじゃないかなと私は思っております。 はい。で、ついての銘柄はこっち、あ、ついての銘柄じゃないですね。ついての質問がこちらですね。えー、上田さんになります。はい。たくさんのコメントと質問があるので、まだまだ、えー、恐縮なんですけども、質問、初心者なもので、いや、こちら全然いいでしょ質問何でもしていただいたら、あの、ご答えしますので、えー、基礎的なことなんですけども、買いや売りの際、やはり、えー、気配ですよね。 え、気配の、いわゆる板ですかね。えー、し値の取引が良いのでしょう。あ差し値ってことですね。えー、タイミングで納得したのならば、成り行きでいいのでしょうか。それとも、気配に、ね、気配値に、売りが、の数が多いと、買い時ではないのを、逆もそうなのですが、と迷ってしまいます。これ、すいませんね。つまり、えっ、ー、と、まず質問を分けると、差し値がいいか、成り行きがいいかって質問でまずお答えする、しようと思います。で、私はですね、えー、絶対に成り行きはしないですね。 あの、絶対に差し値で買います。どんなに忙しい時でも、どんなに気が焦ってる時でもですね、えー、利益を追求したいっていう形で、こう、前のめりになっている時でも、絶対に成り行きはしないです。絶対に差し値で買います。これなぜかというと、つまり成り行きで買ったいほどその銘柄をね、寄せてるってことは、自分の欲望をコントロールできてないっていうこと、 なんですよ。で、やっぱり株式投資で、あの、一番負けやすいのは、自分の欲望に負けてしまった時、この時が一番資産もしないやすいですし、負けやすいんですよね。いかに株式投資ってのは自分の欲に打ち勝つか、自分を自制でき,るできるか、自分をコントロールできるかってとこが最大のポイントなんですね。つまりそういった意味でいくと、成り行きっていうのはですね、自分の欲望をコントロールしにくいんですよね。欲が先に、 先にじてしまうのでえ、そういった場合は、あの、やっぱり良くない。なので私は、差し値にします。で、差し値にすると、買えなかったらどうするんですかっていうことを皆さん、やっぱり質問として考えると思うんですね。で、買えなかった時は、それはね、えー、巡り合わせが良くなかったとか、まあ、今回は相性がなかった、ね。でっていうふうに考えるんですね。で、別に会話なんて、ね、別にこの今日だけではないですね。一週間後もありますし、一ヶ月後もあるし、一年後もあるし、まあ、場でずっとね、えー、まあ、お金を稼いでいこう。 と思えばですね、まあ、3年後も5年後も10年後も会話っていうのは必ずありますので今この一点だけで欲を出しすぎない方がいいんですねだから買い差し入れにして買えなかった場合はまた明日試せばいいですし 次にもう一回自分の買いタイミングになった時に買えばいいんですね。それに他の銘柄もまだいっぱいありますので、ここで欲をコントロールができるかできないかっていうのが結構すごく大事になりますで。繰り返しになりますけども大事なことなので、株式投資っていうのは、いかに自分と,との戦う 自分に戦、自分と戦って自分に打ち勝つかなんですよね。常に自分と戦っているってことになります。結構相場と戦うとか、まあ相場のに参加している機関と戦う、他の個人投資家と戦うってことももちろんあるんですけども、最終的には自分自身との戦いになります。ここをね、あの、すごく認識、まあ理解を深くするとですね、ああ言ってることがあそういうことなんだなってことが分かっていただけると思います。あとはですね、質問として、気配値ですかね、気配値、ね。 まあ、板のことかなと思うんですよね。多分、気配ねって言うんですかね。そう,そういった言葉があるかちょっとわからないですけども。多分、板のことを言ってると思うんですけども、板ってね、あの、デイトレーダー以外気にする必要はないと僕は思うんですね。よくあの、板読み投資法とかね。よくあの、やっぱり板を読んで、あの、投資を買うか買わないかとか、大口が上で待ってる、下で待ってるみたいな話をするんですけども、 ほぼほぼ96%の個人投資家が板を気にして投資をする必要はないと思います。これなぜかというとデイトレーダーじゃないのでっていうことにまずなりますで。デイトレーダーっていうのはその日で利益を獲得して、えー、液出しをしたりとか、損切りをする必要があります。あと、そのエントリー時がその1日の動きですよね。えー、まああの、 一分足とかね、五分足で見るんですけども、それで投資をしてるんですよね。なので、えー、その中でその板がこうやって動くものを確認する必要があるんですよ。でも、皆さんのその9割の人は多分本物のデートレー,トレー,ー、デーデトレーダーじゃないと思うんですね。まあ、自称デイトレーダーがいると思う、いるかもしれないんですけども、本物のデイトレーダーっていうのはまあ絶対に持ち越さないですし、絶対に一分足五分足の中で、いかにその、ね、あのー、 差額を取るかということに徹底してるので、まずそこに本格的に集中してやってる投資家ってあんまり実はいないんですよね。で、そういう人たちが板を見る必要っていうのはですね、これあまり実はないんですよね。投資方法、戦略、やり方が全然違うので、でそういった場合はね、スイング以降の人、例えばね、3日4日で利益を獲得する場合によっては1週間ですかね。1週間のうねりを獲得するとか、2、3ヶ月保有して利益を獲得する場合によっては1年間とかね、ある程度その幅を持ってやる人はですね、 正直その幅を持ってやるのに、その日の板の動きを気にする必要って、その論理的に考えるとないですよね。というふうに考えると、板読みっていうのは本物のデイトレーダー、つまりデイトレーダーっていう戦略の中でゲームを動かしている人たちのやり方であって、残りの98%、95%の人たちは、板を読むとかえって混乱するし、そこで勝てるようにはならない。もっとね、他のところに集中して自分のスキルとか技術とか、 運とか直感、考え方を磨いていった方がいいとは私は思いますね。まあこの話はですね、えー、また、えっ、ー、と、違う番組で話したいなと思うんですが、まあ今はちょっとこの辺りでですね、えー、この質問はまとめたいなと思っております。たくさんあるので、まああの、少しずつすべてですね、残り35質問ぐらいありますのでお答えしていきたいなと思っております。今日はですね、なんか歯がちょっと浮いた感じがするんですよね。あの、歯医者に行ったらですね、昔治療したとこが失敗してますねって言われて、あのー、なんかこう、なんて言いますかね、 こう、で、穴は、穴を開けたところが、なんか、多く穴を開けすぎて、歯茎まで傷つけてますって言われたんで、すごくショックなんですよね。で、非常に歯が浮いた感じがして、まあ、これじゃあどうすればいいんですかって聞いたら、うん、ちょっとこうし、直しようがないですね、って言われて、まあ、歯医者をね、2軒ぐらい回ったんですけども、どこでも、いや、これはちょっと直しようがないですね、って言われて、一体どこの歯医者かも、もう覚えてないんですよね。この穴を開けられたところが、まあ、非常にちょっとそういった意味ではショックを受けてる、今日はですね。神岡で。だから今日ちょっとあの、滑舌が、 あまり良くない。歯が浮いた感じがしてですね。良くないかもしれないんですけども、まあ、聞き取りにくいとこがあったらですね、コメントで書いていただいたら、あの、そこに、あの、こういうふうに、こんな考えで話しましたって、この文章で、 今度書き込みたいなと思いますので、遠慮なくですね、コメントで、あの、この部分聞き取りにくかったんですけども、この部分もうちょっと詳しく説明してもらえませんかって、あの、書いていただいたらお答えしたいなと思っております。で、ルスフェルはですね、この後また、あの、大口機関投資家とか、あとはね、えー、海外ヘッジファンドとかですね、あの、ロックフェラー軍団ですね、あとスリーメンソン軍団、まあ、闇の軍団ですよね。 と、戦うために、あの、これから戦場に出るっていうことなので、またいつ会えるかちょっとわからないんですけども、皆さんもね、あの、応援してもらえたらなと思っております。それでは、今日は高速でゴー、GO!